藤の花をお花紙で作ってみました。前回ご紹介したのがこちらです。そして今回ご紹介するのがこちらのバージョンです。実際のちりめん細工を参考にこんな風にしてみました。使うのは同じお花紙、藤色、白、黄緑です。まず白2枚、藤色2枚を重ねて正方形に切っていきます。こんな風に切ります。白と藤色を別々に三角形に折ったら、白が上になるように重ねてください。間1センチぐらい空くように水のりをつけます。そこに強くこういう風に押し付けて、間1センチくらい開けてくださいね。貼り付けます。水のりは染み込みますから、強く押し付ければくっつきます。これをさらに半分に折ります。そしてこの開いた部分にのりをつけてつまんだら、花びらを開いていきます。ハサミを奥まで入れて、そーっと開きながら引き出すと花びらが開いてきます。手で形を整えましょう。ぺったんこになってしまっても大丈夫です。ハサミを差し込んで同じようにそーっと開きながら手前に抜くと花びらが開きます。三角になっている部分に糊をつけて2個セットにして貼ってください。これが前のバージョンとは違うところです。まずセットを作ってから花を開く方法もあります。どちらでも構わないので、やりやすい方でやってみてください。最後、藤の花の先になる部分は縦に2個つなぎます。三角の部分を差し込むようにして挟んでのり付けします。花を開くのは同じです。貼り付ける順番に並べたら、端から挟み込むようにして貼っていきます。挟み込む部分はできるだけ少ない方が房が長くなります。上に行くほど大きい花になるように並べくっつけてください。これで花の完成です。次は葉っぱです。黄緑色のお花紙を何枚か重ねて三角に折ってください。この部分を切り取ったら、それをさらに半分に切ります。そして折り目を入れます。はみ出た分を切ったら1枚ずつバラバラにします。元のように折ったら、広い方に糊をつけて折り返します。反対側も折って屏風折りにします。糊をつけたところをしっかり持ってひっくり返すと葉っぱの出来上がりです。一房につき3枚ぐらいずつ作りましょう。
それでは台紙に貼っていきましょう。小さい紙に糊をつけたら、端を挟むようにして貼ってください。そしてここを広げます。広げたところに糊をつけて、台紙にしっかりと貼り付けます。台紙は切れ端で十分です。そして先ほど作った葉っぱを花の根元が隠れるように貼っていきます。最後に余分な画用紙を切り落とします。これで完成です。